整形した過去はありますか？あと整形してみたい場所などあれば教えてください。ついでにこういう顔になりたい有名人教えてください。整形したことはあります。2回かな。場所は目です。目、両目しました。で、なんで2回かっていうと、1回目やって、でその後最初やった時が若かった。年月が経ってちょっとこう顔が変わってきて、でちょっと変えたくなってちょこっと直してもらった感じですかね。整形した目はもともと片目が副二重で片目が一重だったんですよね。それを両方二重にして、でもそんなあの幅を広く取ってないので言われたことはありません今まで整形してるってバレたことはないですね。整形してみたい場所などあれ、いやもう顔の形もうちょっとシュッとしたいし、鼻ももうちょっと高くしたいし、胸だってもっと大きい方がいいなって思います。キリがないですなりたい顔の有名人もたくさんあるんですけど、長澤まさみとかガッキーとか、ナチュラルな美人な人に憧れます。2100年に発売されたコンドームにはとんでもなくいやらしい機能がついていて、爆発的ヒットを記録しました。それが一体どんな機能ですか？2100年、めちゃくちゃ先ですよね。私生きてるかな。2100年か。でもだいぶ先ですもんね。なんかいろいろとすごそう。いろんなの出てそう。機能？機能か。いい感じの音楽が流れるとか。でもなんかムードってやっぱ大事だと思うんですよね。今の人特に。音楽流れるとか、あとまあベタな感じでいくと、なんて言うんですか？なんか性欲剤っていうの？なんでしょう？なんか性欲がこう、上がるものがついてる。そんな感じでどうでしょう。はい、というわけで女子部屋でした。水木とお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれるととても嬉しいです。質問もたくさんお待ちしてますね。